やーし、あるかー、リンゴ、パキュンカス、スコーです。本日の企画は何ですか？かき氷のシロップ一本使い切るまで終わりません。調味料一本シリーズでございますけども、はい、こいつがなくなってるとこ見たことがない。祭りとかでもね、うん、これってなくならないもんだと思ってんの。いや知らない、家とかだったら普通に3年ぐらい持たない。めっちゃわかる。あれ2年後の夏とかも残ってるあるよ。普通にだって賞味期限2025年だもんこれ。え2年持つわ。一応その量で言ったら350とかなんだよ。ポン酢とかと一緒かな。あーでもサイズがポン酢と一緒だわ。あーほんと1人60、だから終わらないから60いかない。いやでも今回買ってきてますから、これに合う商品を。あ、ありがとうございます。まあいつも通りね、何かにつけながらとか、はい、混ぜながらとかで食べますから、はい、まあということでしっかりみんなで完食していきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、あーよー、おーい、そう、あ、危ないよ、スクワット。はい、ということでこの商品が並んでおります。まあこれを使いながらでもシロップなくなるまで終わりませんから。はい、頑張ろう。じゃあそれでは皆さん手を合わせてください。ご一緒にうまくしかってドゥ、いただきまーす。あれ数少ないよな。あれ数と春が買いやすいって言ってたけど、これをちょっとずつ分ければ一本使い切れるなーだった。あ、違う、それはいいんだけど、違う、なんか買ったのないなー風だな。そうそう、何それ、少ないなーって。買ってたけど、え、なんかあったのか。いや、なんかカゴいっぱいだったのになんで。あれほら、なんかすごい。まあこんなもんなんか。じゃあ食いましょうよ。食いますか。でも最初王道のとか行く。王道の俺これイカフライ行きたい。王道王道王道。俺もちょっと王道行っていい。俺もちょっと王道行く。出た。それはお前の王道や。健吾の王道や。健吾の王道。俺の王道。めっちゃしたら。お前これ出てきたね。多分一回こう手洗ってるまで。そこでこう手洗ったやつ。だから、あのちっちゃいおじちゃんが来て、スーパーでね、いらっしゃいませって来て、いらっしゃいませって俺ら店員やってたんよ。で、カレーこうやって開けて、で、そのちっちゃいおじさんが食べて洗ったっていうのを言いたかったの。お前ら二人変だよ。大きい。何の話。フローズンヨーグルトが一番おわな。これ一番いい。俺パイン行きたくて。じゃあ俺アンパイに焼きそばでいいよ。アンパイなの。だったらどれ行こうか。はるか、結構余ってる。はるか、もうマルゲリータしか余ってない。ちょっと待って、お前贅沢してくる。とりあえず数とかこれなんか良さそうだから、パインかけちゃっていい。で、まず本物です。うわぁ、確かに。うわ、待って、やったやったやった、こいつや、いらない、やばい、やばい、やったスプーンとかがあればね。スプーンないんですよ、うちの家は。なんとなんか缶詰でもそうや、こうやって地道に。あ、いけるいけるいける。お、いけそう、いけるいけるいける。行くな、行くな、行かなかった。行かなかった。食事だもんね。行かない、それは仕方ない。大丈夫、休日のおっさんみたいな。行かない、ミスる。おーい、どうー。はい、じゃあ早速ブルーハワイ味のシロップ入れていきましょう。え、じゃあまずパインからいっちゃって。パインからいっちゃって。いやいや、じゃあいっちゃいます、パイン。そうだよ。うわ、待って、これ一番嫌な色じゃん。え、待って、え、エイリアンがゲボった時みたいな。やめろや。違うで、今から。エイリアンがゲボった時なんて見たことない。伸びすぎて、伸びすぎてエイリアンがゲボった時こんなの。それがなんかエイリアンの卵とかこんな感じ。おい、言うな。確かに。じゃあ、ケンゴ行くよ。うわぁ、うわぁ、あー、ちょっとキモいかも。よく見るやつ。色最悪な色してるわ。うわぁ、結構いった。エイリアン、やっぱ青って食欲置かないね。ね、そういう色だから。辛すぎる。で、ここで革命起こすから。いい、ナイスナイスナイス。結構いったな。ちょっと待って、これフローズンヨーグルト大当たり。はい、買った。うわー、いいな。え、めっちゃうまい。パインいただきます。まあちょっといつものカレーさんね、何でも合うと。何、どう、ミニストップのハロハロ。あ、そうや、こんな感じや。あ、そうなの。ハロハロラムネ味だし、パイン入ってるから、もうこういうこと。すごい、南国カレーになった。いいじゃん。ブルハワイは感じんの。ハワイアンカレー、マジでうまいの。ピシャピシャって瞬間海感じたら今すごい。どんどん入れちゃい、入れちゃい、はるか入れちゃい、入れちゃい、入れちゃい。ただちょっと待って、一つ言っていい。うまくはない。うまくはない。うまくはない。ちょっとうまいやん。いいっすか、あのこのペースだと終わる気がしないんで、ウェルカムドリンク。あらあら、飲みたいです。喉乾きました。3人ね。はい、ジャン負けさん、いくよ。じゃあ、せーの、最初はグーじゃんけんぽい。うわぁ、待って、やった。え、おかしくないよ。これパーだって。
いや、はるか、チョキだった。でもなんか、言い訳する二人酒飲ませて。え、じゃあ、じゃあ、俺今確認できてなかった、待って。ごめん、あの、俺この世界にいなかった、今。どういうこと？違う世界にいて。あら？大丈夫？じゃあ、じゃあ、じゃあ、ごめん、大丈夫？言い訳する、シュプリームのジローがもうこれはやっちゃったわ、やっちゃった、はい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 、ナイスゴー。ちなみにどうだった？全然ジュース、イエーイ、うまい、飲みゲーやろ、飲みゲーオッケー、ピンポンパンゲーム。いや、分かりづらいよ、ピンポンパンゲーム。俺も分かんない、珍しい、お前ちょ、待って、分かんない、お前顔によってんじゃん。ピンポンパンゲームっていうのがあって、ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパンリズムで始まるんですけど、最初の人はピンで、その次の人が時計回りでポンで、パンの人がパンって言った同時に指を刺すの。例えば、はるかが矢印に刺したら、その刺された人からもう一回ピン、ピン、ポン、パンで、ピン、あ、そっちが刺した、パン以外に刺した、じゃあ、こっちから始まる、ピンポンパンゲーム、せーの、ピンポンパン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 、パン、パン、パンが入った、パンが入った、飲めんだよ、おい、強いな、じゃあ俺から始まる、はい、ピンポンパンゲーム、ピン、ピンポンパンゲーム、そうだよね、やらないとバシャモだけやる、そこだけやる、じゃあこれちょっとバシャモに変えちゃっていい、はい、いや、バシャモ、バシャモにして、バシャモにして、タワーのせいだ、やばいって、あー、やばいよ、じゃあ俺から始まる、はい、ピンポンパンゲーム、はい、ピンポンパン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 、危ないよ、危ない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 、これに関してはタワと話し合いした方がいい、あ、ちょっとタワはミスした方が飲まなかったせいで、バシャンさんな、タワの勝手に足もお前のミスだもん、まあそで、なんか喧嘩やめてほしい、そう、雰囲気悪くなるから、だからでも、俺がいいわ、じゃあチューして一回さ、この二人で、え、としたら口移しでいいんじゃない、うん、二人が飲めばいいだし、お前さ、やんねえからって言うから話すされるじゃん、女の子こんな被害ないから、おい、そんなこと言う、そんなことねえだろ、会える子だっているの、おい、泣いちゃったじゃん、あ、慰めて、泣いちゃったじゃん、ハルカ中じゃ許されねえな、こりゃ、ハルカ、どうする、ディープがいいの、なんでお前そんな、ハルカ、よかったねえから、さあ、ちょっとちゃんとカメラに見えるように、いいんだね、で、ハルカは受け身だから、ベロ入れられるか、これ飲むかだよ、どっちだね、どっちだね、それ、直前で決めて、直前で決めて、飲む、なんか俺が振られたみたいになってるよ、俺じゃあちょっとかき氷いただいちゃうよ、はい、いっちゃおう、だからそのオレンジ味なのよ、もともと、うん、だからそれにブルーハワイトッピングだからかなりうまいんだよ、もっと入れていいと思う、もっといっちゃっていい、原液入れても大丈夫かな、もっといい、キモすぎないこれ、緑になった色が、うわ、なんかエイリアンの缶みたいな、エイリアン、エイリアン史上一番汚いじゃん、いただきます、エイリアン、いいって食う前にだけど缶の色してる、どう、梅干しみたいな絶対嘘だ、ちょっとどんな感じ、マジ嘘だよ、いきます、なんだ、マジで何でしょ、エイリアンの胆の味するわ、知らねえな
行ったことある。ね、じゃあどうする、飲みゲーやる、もう一回。うん、なくすためにはね、一回さ、俺ピザ作ってきていい、これ片付けたいから。すいません、なんとこの後ちょっと別の撮影が入ってまして、おあと15分以内に片付けない。やばっ。ちょっと待って、おいおいおかしいだろ、完全におかしいだろ、それは。緊急事態なんですけど、撮影押してって、なんで開けちゃったの今の話。お前終わってるか、聞いてた。なんで今の話聞いて開けれたんだよ。何聞いてたよ。いけるって15分で。いや、ごめんなさい、もうこっから勝負畳みかけないとまずいので。全部いいよ、いっちゃいましょう。いや、もうヤジに争う、こういうのは。もう一個、もう全部いっちゃう、全部いっちゃう、それ全部いっちゃう、全部いっちゃう、全部いっちゃう。はい、ということで、ブルーアワイシロップ完食です。史上初ですよ、史上初。恐ろしいペース。じゃあ2人だけでいいよね、罰ゲーム受けるの。2人でいいんちゃう。余裕ないと思うよ、正直。ちょっと休憩のもらおうかな。あ、ワルカ休憩する。一旦休憩もらうか。じゃあ復活するまで待ってるわ、ここで。お前待って、ゲーム待ってる。いや、待ってて、復活してない、やっててって言ってるから。でも寂しくない、一人だけ置いてかれて。まあ寂しいけど、わかった、待つ、待つ。じゃあワルカ待とうね。次のそのゲームで失敗した人の右隣が巻き添え食らうとか。俺がわざと間違えたら2人飲むってこと。いや違う違う違う、右隣だからこうだ。あ、だけ俺も1と数。ああ、そういうことか。うん、山手線ゲームとかにする。あー、それ綺麗だわ。合コンにその女の子の名前でいいんじゃない。山手線。無限だって、無限だって。まあでもそういうのにするか。じゃあ数お題言ってくれるから。じゃあはるか抜きね。あ、はるか抜き。あ、オッケー、ゆきで、すいません。ゆき、ドクターが間違えた時だけ巻き添え。待って、頼まれてる。じゃあ行きます。はい、山手線ゲーム、よいしょ。やった。お題は合コンにいそうな女の子の名前。はい、知るか。行きます、せーの。まきちゃん、あいり、かな、かなこ、さやか、にいく、りいこ、めぐみ、まや、はっしー。六本木。あれ？あだ名つけられて六本木って、その六本木港区女子の六本木版で。いるわ。それいるよ。お前六本木だって。いや、それはいない。え、だって、だってお前ら合コン行ったことないし。はい。あらららら。ないよ。あるよ。俺行った時六本木ちゃんいた。いるわけない。いるよな。いるの、あだ名つけて、その六本木系の女子。もっといて、もっといて。隣には五反田ちゃんだった。五反田ちゃんだった。で、四谷ちゃんもいた。四谷ちゃんもいて。アゴー。じゃあ最後の一杯飲んでください。ちょっとハッシーがおもろすぎた。ハッシーが来て、ハッシーが来て、ハッシーないやろ。今、ハッシーで止まってたらハッシーアウトだったけど、六本木ちゃんまで行っちゃってるから、来たらその人とのビートになるかもね。正直言うと、俺どっちも飲まなきゃいけないから、どっちも行っちゃう。ヤジがハッシー、こっちれるだけだから。確かに、お前はもう決まってる。じゃあ最後、乾杯。乾杯。はい、これ飲み終わったら終わりですよ。うわ、結構早い。いったー。ということで、ブルーハワイシロップ一本完食。待って、めっちゃくちゃい。ということで皆さん、手を合わせてください。ご一緒にゴリしてて、もうごちそうさまでした。ごちそうさまでした。普通に食べよう、残りは。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくねー。